あら、ヨウムさん、どうしたんですか、その格好は。ふふ、それが貴族の男の人たちがいっぱい私に詰め寄ってきちゃってさ、ドレスとか宝石とかをたくさん貢いでくれたのよ。モテる女は辛いわね。ああ、まあヨウムさんは銀髪で色白ですからね、何か神秘的なものと勘違いされているんでしょう。ほほほほ、何を言っているのでざますか。みんな私の美貌の虜となったのよ、世界は私のものよ。はいはい、かしもかしも。そんなことよりヨウムさん、 BGM が完成しましたよ。あら、随分と早いのでざますね。もうちょっとゆっくりしててもいいでざますよ。そんなこと言ったっていつまでもここにいるわけにはいかないですからね。ちなみに今回は業界の少年聖歌隊の皆さんに協力していただきました。皆さん、ありがとうございます。うむ、行く先々でお友達ができてよかったわね。それじゃあ早速、20世紀半ばのイギリスに移りましょう。私もうちょっとここにいたい。しょうがないですね。それじゃあこの時代の大衆音楽をちょっとさらってみましょうか。ん？大衆音楽ができたのってもうちょっと先のアメリカでしょ？この時代はまだクラシックとかそういうのじゃないの？まあジャンルの定義でガチガチに固めてしまえばそうですよね。しかし、現在ではクラシックのジャンルに位置づけられているものの、当時は大衆の娯楽として盛んだった音楽があるんですよ。それが、オペラです。は？そこはファイアーフォックスだろ？ヨウムさんの言いたいことはわかります。オペラは17世紀初頭のイタリアで確立された、演劇と歌唱で構成された舞台芸術です。元来は貴族や上流階級の市民をターゲットにしたものでしたが、次第に世俗的な内容が増えていき、一般大衆にも浸透するようになるのです。特に下流階級の市民から見れば、オペラの舞台役者は憧れの存在だったんですよ。なるほど、つまりこの時代からスターっていう人がいたわけね。ええ、そしてこのオペラの文化がアメリカに渡り、ミュージカルとしてポピュラー音楽の体を成すんですね。また、この頃のパリで流行し、後にポピュラー音楽に強い影響力を与えるジャンルがもう一つあるんですよ。それが、シャンソンです。新人シャンソン歌手による新春シャンソンショー。ヨウムさん、それゆっくり音声でやっても何にもすごくないですからね。でもシャンソンって、日本の歌謡曲っぽいイメージがあるけど、こんな時代からあったのね。いや、実はもっと昔の、15世紀のルネッサンス期から存在するんですよ。シャンソンって講義には、フランス語の歌って意味ですからね。極端な例を出すと、キラキラ星も原曲はフランス語なので、あれもシャンソンですね。へぇ、なんか一気におしゃれなイメージに変わったわ。まあ、定義的には民族音楽に近いものがあるんですが、フランス語特有の歌い回しと、哀愁を帯びたメロディーが後年のポピュラー音楽と非常に相性が良く、今流れている、夢見るシャンソン人形のような、シャンソンを題材とした名曲も数多く存在しますし、枯葉のように、シャンソンが原曲のジャズも非常に多いんですよ。へぇ、まあフランスってだけでもおしゃれな感じがするものね。さてさてヨウムさん、もう満足ですか？もう3分経ちましたし、とっとと次の時代に移りますよ。え、ちょっと待ってよ、まだ心の準備が。いやぁ。ひどいわ、宝石もドレスもみんな置いてきちゃったじゃない。人生そう甘くはないのだよヨウムくん。で、一体ここはどこなのよ。ここは1950年代のロンドンですよ。先ほどのフランスやドイツなんかと比べて、イギリスは音楽の地としてはあまり印象がないのですが、ポピュラー音楽に関して言えば、世界的に見ても非常に重要な場所なんですよ。ああ、そういえばビートルズとかはイギリスだったわね。ええ、ただ彼らのようなバンドが生まれたのも、それなりの時代背景があったからなんですよ。ここで最も重要な出来事が、第二次世界大戦です。音楽と戦争と何の関係があるのよ。大戦当時、イギリスは連合国側で参加しており、同じく連合国のアメリカと共同戦線を取ることが多かったんですね。この恩恵からか、大戦後のイギリスではアメリカの最先端の流行が、いち早く輸入されるようになります。へぇ、やっぱ持つべきものはアメリカね。この影響で、1950年代からイギリスの若者の間では、エルビス・プレスリーのロックンロールや、R&B が大ブームとなるんですよ。うむ、さすが安定の強さね。また、当時のイギリスの社会情勢はあまり違法ではなく、そういった社会への不安を表現する手法として、まさに R&B やロックンロールはうってつけだったんですね。ああ、そういえば前回でもそんなこと言ってたわね。次第にこれらはファッションなどにも影響を与え、イギリス独自のポップカルチャーとして成立します。無論、その音楽をそのまま演奏しようとする若者も現れるわけです。しかしですよヨウムさん。あん？ R&B やロックンロールって、元は黒人の音楽じゃないですか。いきなり白人のティーンエイジャーが演奏するには難しいですよね。いやさ、なんか嫌な予感がしてきたわ。当時のイギリスでは、幼少の頃からクラシック音楽の基礎しか教育されなかったため、黒人音楽特有のブルーノートやシャッフルビートは、イギリスの若者の体が受け付けなかったんですね。そこで彼らは、これらの音楽に自分たちなりの解釈を取り入れます。
やはりそうきたか。なんかいっぱい音がフラットしてると気持ち悪いな。7つ目の音だけフラットにしたらええんちゃう？お前天才か。でもこの跳ねたリズムも演奏するの難しいな。2拍目と4拍目にアクセント置いてるし、8分は跳ねんでええやろ。お前天才か。こうしてイギリスの若者の独自の解釈で作り上げられた音楽が、ポピュラー音楽の大元となる、ロックです。なるほどね、案外適当な感じで作られた音楽だったのね。ポップカルチャーの革命なんて大体こんなもんですよ。また、このロックの音楽的な特徴として、これぞ欧州の文化というものがあるんですよ。それが、リフレインです。ああ、これもよく聞くわね。何なのかはわかんないけど。要するにテーマとなる短いフレーズを決めて、それを繰り返し演奏する手法ですね。一番有名なのは、ディープパープルのスモークオンザウォーターのあれですかね。ああ、これね、なんとなくわかったわ。これですね、クラシック音楽の世界では、音楽を文章のように細分化して考える、楽式という理論があるのですが、この中の動機というのが、文章でいう単語のようなもので、これが音楽の最小単位として考えられています。クラシック音楽ではこの動機を、いかに発展させながら組み立てていくかが、美しい音楽の基礎とされています。ロックのリフレインは、まさにこの学識の考えから生み出されたものなんですよ。へぇ、思ったよりインテリな音楽なのね。さてさて、少し話が逸れてしまいましたが、ここからはロックの歩みをたどっていきましょう。この当時、アメリカの音楽文化から派生したロックは、若者の間ではもはや必須のカルチャーとなり、ミュージックホールやパブなどの様々な場所で演奏され、瞬く間にイギリス全土へ普及するんですね。この驚異的な有効力を持ったカルチャーが、商業的に利用されることはもはや必然でした。そんな背景の中、1962年、音楽史そのものを塗り替えてしまうバンドがデビューします。それが、ビートルズです。おお、ついに出たわね。でもさ、みんなビートルズがすごいって言うけど、実際何がすごいのかわからないわ。まあ僕も過大評価されているところはあると思ってますよ。ですが、やはり当時のロック事情を考えると、すごいとしか言いようがないんです。何？初めてため打ちができたとか？ヨウムさん、そろそろロックマンから離れましょうか。ビートルズはね、自作のロックで大成した初のバンドなんですよ。え、ロックなんて自分で作ってなんぼの音楽じゃないの？まあ現在ではそうですよね。しかしですよ、先ほどロックは、アメリカの R&B やロックンロールから派生した音楽と言いましたよね。この当時はアメリカ編の前編で紹介した、原版アレイ方式が主流で、演奏者が曲を作るという概念がほとんどなかったんですよ。ビートルズの同期だと、ローリングストーンズやアニマルズがいるんですが、彼らの初期の作品は、既存の曲のカバーばかりでしたからね。このことから、当時いかにビートルズが異端だったのかが伺い知れます。へぇ、それは知らなかったわ。リバプールという片田舎出身のビートルズの快進撃は、イギリスの音楽市場に衝撃を与え、これに続けと言わんばかりに、他のバンドもビートルズと同じ手法を取るようになりました。また、1964年にビートルズが、アメリカのエド・サリバンショーに出演したのをきっかけに、アメリカでもビートルズが驚異的な人気を博し、世界にロックという音楽を知らしめることになりました。へぇ、もう向かうところ的なしじゃない？ええ、これがきっかけで、イギリスのロックバンドが世界で軒並み成功を収めるのです。また、ビートルズは当時最新鋭のマルチトラックレコーディングの技術を活用した、多重録音による前衛的な音楽や、電信機器で用いられる、ダイレクトボックスを活用した、サウンドの明確化など、音響の分野でも功績を残し、現在におけるポピュラー音楽の基礎は、ビートルズで全て完成してしまったと言っても過言ではありません。すごいのね。なんか今日からビートルズを見る目が変わりますわ。しかし1965年、そんなビートルズの人気を脅かすバンドが現れます。それが、ザ・フーです。ああ、軽音のりっちゃんが好きなバンドね。そうそうそれです。まあ僕は軽音見たことないんですけどね。見たことないんかい？ザ・フーの特徴は、とにかく大音量と派手な演奏です。彼らの活躍は、その後のロックのあり方に多大な影響を及ぼすのです。ビートルズの名曲、ペーパーバックライターやヘルタースケルターなんかは、明らかにザ・フーを意識した曲ですからね。へぇ、あのビートルズにも影響を与えるなんてすごいわね。ええ、またこの時期より、ギターのサウンドにより刺激的なものが求められるようになります。それが俗に言う、歪み系の音です。ああ、ディストーションとかいうやつね。ええ、これって当時の低出力のアンプで、無理やり大音量を出そうとした時の産物なんですよ。中にはキンクスのように、より刺激的な音を求めて、アンプのスピーカーをナイフで切り裂くなんてことするバンドも現れました。ええ、何よその自ら退路を断つスタイル。まあ現在はその音も、エフェクターで再現できるようになったのでいい時代になりましたよね。ちなみに歪み系についてちょっと余談なんですが、歪み系って、オーバードライブとファズとディストーションの3種類ありますよね。おい、メタルゾーンを忘れてるぞ。いやいや、もうそれはディストーションのくくりで許してください。
この呼び名の違いって、どういう状況で音が歪んでいるかなんですよ。アンプの許容範囲を超える音を出そうとしたものがオーバードライブ。スピーカーコーンなどの物理的な破損が原因で生み出された音がファズ。電子回路で意図的に波形を変えたものがディストーションですね。これ覚えておくと、ギターの音作りに結構役立ちますよ。へぇ、まあ心の隅に留めておくわ。なお、このサウンドの変化により、ロックはより激しい音楽へと変貌していくのです。そんなさなか、1968年、とあるバンドの登場により、ロックは大きな転換期を迎えます。それが、レッド・ツェッペリンです。ああ、別に、のバンドね。ヨウムさん、その時事ネタは不謹慎って言われますよ。レッド・ツェッペリンは卓越した演奏技術と、緻密に作り上げられた楽曲が評価され、瞬く間にロック界の頂点へと上り詰めます。また、ジミー・ペイジを含めた三大ギタリストの活躍により、ギターがロックの花形の楽器として認知されるようになるのもこの時期ですね。ああ、確かにこの人の名前もよく聞くわね。彼らの重々しいサウンドは、ハードロックと呼ばれるようになり、ロックの新たなスタンダードとして定着するのです。また、レッド・ツェッペリンの楽曲で見られる、神話や宗教を題材とした詩が、後にヘビーメタルというジャンルに繋がるんですよ。おお、ついに来たわね。早くメタルを差し出しなさいよ。とその前に、もう一つ紹介しなきゃいけないジャンルがあります。それが、ピンクフロイドやキングクリムゾン、イエスなどが代表とされる、プログレッシブロックです。あーこれね、ジョジョの回の時にあんたにおすすめされたから聞いてみたけど、なんか退屈な音楽だったわ。ピンクフロイドが退屈だなんておこちゃまですね。お礼に言ったまま解剖してあげようか？いやごめんなさい、許してください、何でもしますから。プログレッシブというのは、訳すと前衛的なって意味なんですね。このように誰もやったことがない音楽は、もともとビートルズの専売特許でしたが、60年代の終わり頃には、仲間内の問題によりビートルズも萎縮してしまい、こういった音楽的に斬新な要素は消えつつありました。ああ、そういえば、ジョン・レノンって4人のグループでも仲良くできなかったのに、世界平和とかよく言えるよなって薄れがあったわね。しかし、そこで現れたのがこのプログレ勢なんですよ。彼らはロックに、クラシック音楽やジャズの要素、果ては現代音楽に用いられる、独特の変拍子や音階の要素を取り入れ、ロックを新時代の芸術として昇華させようとしたんですね。これにより、ロックは単にティーンエイジャーの文化から、時代を構成する音楽の一ジャンルとして認知されるようになります。へぇ、そんな経緯があったのね。なお、このプログレッシブロックは、1970年代にクイーンの登場により、幅広い層から支持され、現代の音楽ではその前衛的な手法が、スタンダードとして定着しています。ああ、そういえば最近のバンドの音楽って、なんか複雑なのが多いわね。一方、レッド・ツェッペリンからのロックの王道を貫くバンドというのも勢いは衰えておらず、1970年代には、ディープ・パープルやブラック・サバスといった、ハードロックバンドが覇権を握るようになります。おお、ちょっと私にとって馴染みのある雰囲気になってきたわ。彼らはロックから、R&B などの黒人音楽の要素をなるべく排除し、より欧州の人々に親しまれやすい音楽を作ったことが、勝利の要因と考えられます。またこの頃より、楽曲にスピードがある方がかっこいいという風潮が根付くんですね。そりゃそうよ、スピードこそ速さ、速さこそスピードよ。しかしこれらの要素は次第にエスカレートしていき、ついにクラシックの超絶技巧までロックに取り入れられるようになるんですね。クラシックといえば教会音楽ですよね。それらを取り入れたロックといえば、ヨウムさんなんだかわかりますか？お、まさかついにあれが出るのね。そうです、ロックの新時代、ニューウェーブの到来です。うおー、エビルダットメンズヘビーメタルというのは、ブラックサバスなんかが元から呼ばれていたジャンルなんですが、アイアンメイデンやジューダスプリーストが代表とされる、テクニック志向の音楽はニューウェーブと呼ばれ、1970年代後半から、音楽業界を席巻します。うむ、素晴らしい時代だわ。私もこの時代に生まれたかったわ。彼らの特徴としては、ホラー映画なんかでよく見られる、悪魔崇拝を題材としているとこですかね。その要因としてはやはり、そういった雰囲気と相性のいい、業界戦法が用いられたところにあります。クラシックの超絶技巧の大元は、バロック音楽ですからね。なるほど、だからヨーロッパで生まれたのね。胸が熱いわ。ええ、さらにこの手法はヨーロッパ全土に受け入れられ、西洋音楽の聖地、ドイツやオランダなんかでもメタルバンドが生まれるようになります。あとちょっと先の話ですが、北欧でもイングベイ・マルムスティンを筆頭に、メタルが盛んになりますね。そりゃそうよ、メタルに国境なんてないのよ、ノーボーダーよ。ちなみにみんなが不思議に思う、ヘビーメタルの語源なんですが、これはカナダのロックバンド、ステッペンウルフの名曲、ボーン・プー・ビー・ワイルドの歌詞に出てきたフレーズが元になっているという説が有力らしいですね。そんなの関係ないわ。メタルはメタルだからメタルなのよ。メタルのメタルによるメタルのためのメタルよ。え？何よ？もう終わり？え？
ここから先はアメリカ編で喋っちゃいましたからね。バカ言ってんじゃないわよ。まだアクセプトもドラゴンフォースも紹介してないでしょ。いやいや、そんなとこまで紹介してたら本当にメタル動画になっちゃうじゃないですか。あ、そうだ、メタルのジャンルの一つにハードコアっていうのがありますよね。あ、ナパームですとかのやつね。実はこの時代、そのコアの大元となる音楽も生まれているんですよ。とその前に、この時のイギリスの時代背景をば、1970年代のイギリスは、社会保障の充実を図り、度重なる増税やインフラ整備が行われたんですね。しかしこれにより国民は疲弊してしまい、いわゆる英国病というやつで、イギリスの不況はピークに達してしまうんですよ。当然若者の間では、国家に対する不満が爆発するわけです。そんな背景で生み出された音楽が、セックスピストルズや、ザ・クラッシュが代表とされる、パンクロックです。ああ、まさに若者の音楽ね。このパンクはハードロックやメタルなどとは違い、ロックンロールなどの要素を踏襲したのが特徴です。現代におけるパンクにも、自己啓発的な歌詞が多いのはこの時代の名残なんでしょうね。まあ確かに、ハイスタとか好きなお兄ちゃんは、ウェイな人が多いような気がするわ。やめてあげなはれ。ちなみにパンクの起源説は、ニューヨークかロンドンかでたびたび論争が起きるんですよ。まあでも、パンクと言ったらピストルズのイメージはあるわね。ナナを読んでたから、シド&ナンシーも見たわ。ですが彼らより先に、アメリカのイギーポップなんかがデビューしてるんですよ。まあただこの辺りはアンダーグラウンドな文化ですからね。当時の社会情勢を考えると、ロンドン起源説の方が有力なんじゃないかなと、僕は思います。まあどっちでもいいけどね。このパンクで生み出された、日常や社会への不安を吐き出す手法が、後にハードコアなどの攻撃的な音楽につながるのです。また、このパンクの音楽的な特徴として、南米のレゲエなんかの要素がたまに現れたりします。ああ、そういえば途中ですかみたいになる曲が多いわね。これね、実はロンドンって大戦後に多くのジャマイカ人が労働力で移住してきていて、ジャマイカ人で構成されたコミュニティなんかも結構盛んだったんですよ。特にアンダーグラウンドで発展した音楽なので、こういった異種文化交流が垣間見えるんですよ。なるほど、まさに歴史そのものなのね。さてさて、この辺りでロックは大方現代の形に到達しました。これが1980年代に突入すると、ポピュラー音楽はさらに新たな形態を目指して進化します。その代表とされるのが、テクノポップです。お、なんか一気に小綺麗な感じになったわね。これは当時アメリカで流行した、ディスコミュージックに触発されたことと、プログレッシブロックで培われた、シンセサイザーの技術が生み出した産物ですね。特にディスコミュージックに関しては、アバなどを擁した北欧が盛んで、シンセサイザーなんかは、当時工業大国のイギリスやドイツの得意分野だったんですよ。この時代のダンスミュージックは、ヨーロッパ勢が覇権を握るようになります。へえ、ロックからものすごい方向転換したわね。このことからわかるように、ヨーロッパの芸術というのは前衛的なのが得意分野なんでしょうね。ちなみにこのテクノポップは、後にユーロビートやトランスなどに発展するんですよ。ああ、いかにもやんちゃなお兄ちゃんが乗ってそうなミニバンが爆音で流してるやつね。ヨウムさん、なんかやんちゃなお兄ちゃんに恨みでもあるんですか？そして1990年代に突入すると、こういったダンスミュージックもよりスタイリッシュなものへと変貌します。それが、テクノの要素とジャズのグルーブを掛け合わせた、アシッドジャズです。へぇ、ジャズってアメリカだけのものじゃなかったのね。実は大戦前から、ヨーロッパ各国ではすでにジャズが普及していたんですよ。ですが、本家アメリカに比べるとそこまで人気があったわけではありません。これが20世紀も終わりに近づくと、ジャズはかえって新鮮な音楽として、ニッチなファンが増え始めるんですよ。特にダンスホールなんかでイレギュラーな使い方をされ始め、そんな背景で生まれたのがアシッドジャズなんですね。ああなるほど、やっぱりダンスが関わってくるのね。このアシッドジャズは、1992年にジャミロクワイの登場により、一躍世界に知れ渡ることとなります。この出来事は、四半世紀の時を超えて、再びイギリスが音楽の新時代を作ったことで話題になりましたね。まあ、確かに今聞いてもなうい音楽な気がするわ。このように、ヨーロッパのポピュラー音楽の文化はイギリスを中心に発展したのですが、その背景には、古くから伝わる手法や、その時の社会情勢が複雑に交わっているのです。このような奇跡が、今僕たちが楽しんでいる音楽を築き上げてくれたことを、しっかり心に留めておくことが大切なのではないかと思います。いかがでしたか？アメリカとはまたちょっと違った雰囲気があって楽しかったでしょ？ほんとね、特にロックなんてあんなに複雑な歴史があるなんて知らなかったわ。さてさて、そろそろ日本が恋しくなってきましたし、ここいらで一旦帰るとしますか。私も味噌と醤油の味が恋しいわ。それでは、タイムマシンを現在の日本にセットしてと。あ、ちょっと待って、見て見て、あんなとこにコーギーの大群がいるわよ。超可愛くない？ちょっと何するんですか？うわー。
どこよここ。どうやら明治時代の東京みたいですね。マイホーム。もう、ヨウムさんがワンワンに興奮するからいけないんじゃないですか。ちなみに次の動画はいつかしら。まあお察しの通り、僕のモチベーション次第ですね。絶望しかないわー。まあまあ、ここなら味噌も醤油も食べられるからよかったじゃないですか。大きなこと言ってないで早つくらんかいボケ。それでは次回、あー素晴らしきポピュラー音楽史の世界、日本編、乞うご期待。皆さん、良い一日を。いやー。